こんばんは、五十嵐麗です。今週は七夕スペシャルということで、これが第4弾になりますね。福島最終レースの彦星賞の3連単一発逆転予想をお届けしたいと思います。ここまででめっちゃ負けてたら一発逆転になるってことですよね。はい、なのでちょっとここで決めてもいいですよね。はい、では3連単一着固定に選んだのがスマートアイです。前走はダートの 1800m 戦で3番手をスタートから位置取り、 1000m を過ぎたあたりから一気に加速して先頭に立つも、最後の直線ではまあちょっと見ててね、心苦しい、もうずるずると下がっていく感じのレース内容でしたね。まあ、この敗退を見るとちょっとね、買いづらいなーって感じはするんですが、でも今回は 1150m 戦と大幅な距離短縮となることで、この馬が、まあ、最もパフォーマンスを出して走れていた距離と言えるので、今回はちょっと頭狙えるんじゃないかなと判断しまして、本命に選びました。はい、では今回は先ほどね、あの3連単1着固定って言ったんで、スマートアイちゃんね、そして続いて3連単2着固定に選んだのがストリンレジェント、そしてリーゼントミニー、そしてエイシンケプラー、以上の3頭を選びました。で、最後3着のところに選んだのがエコロドゥネス、そしてロープスピニング、それからザ・アトム、それからフェイマスドクター、で、あともう1頭いいですか、はい、フェズカズマ、はい、以上の5頭を追加した3連単15点で的中を狙いたいと思います。さあどうなるか、もうここでラストなんですよね。だからこの1日でどれぐらいプラスになるのか、はたまたプラスにはなれないのか今の感じではね、すごい緊張してるんですけど、もうね、全部的中する気持ちで頑張って応援したいと思います。